だけすごいかというね、そのお話をします。また、皆さんにはですね、ぜひイエスキリストを知ってほしいなと願って、今日も番組を送りますので、よろしくお願いします。お願いします。では一曲かけてから、心の準備をしてから始めましょうか。はい、曲は何をする？まだ準備してないからもうちょっと喋る。どうする？ね、その方がいいね。まあ、アスカさんにもう少しお聞きしたいんだけど、はい、次のステージってもう大体こう構想はできている？そうですね、子供たちを神様が本当に子供たちを通して私の栄光を表すって言われたんですよ。だから子供たちにその私の言葉を教えてほしいっていうので、どうやってやるんですか神様って言ったら、先生たちもやってらっしゃるでしょ。だけどなんかストレートにこうね、語れなかったりするじゃないですか、いろんなしがらみとかがあって。でもね、キリスト教教育を掲げた幼稚園だったらね、礼拝から堂々と始められるでしょ。だから幼稚園ね、最高。そう、賛美から、そう、賛美から始められて、私神社の持続する幼稚園に行ってたから、だからもう毎朝拝まされてたんですよ、神社の神様に。もうそれがすごい嫌で嫌でしょうがなくって、でもこれが毎朝賛美から始められて、本当の神様に祈るところから始められる幼稚園、どんなに素敵って思いますよね。そうだよね。うん、まあね、あの子供たちはね、どんな世界でも、うん、どの世界でも一番大切ですよね。国でも子供、うん、そう、もう宝ですから。そう、ね、うん、何よりも高い、うん、家庭でもそうじゃないですか、うん、子供がいない家庭ってちょっと寂しいよね、うん、そうです。子供がいる家庭ってすごいね、楽しい。そうですね、やっぱりあの救われてから子供に対する見方が本当に変わりました、うんうん、でそれまでは自分のね、付属品ってわけじゃないですよ、お腹から生み出してみたいな感じだったんですけれども、今はもう神様から天から預かって、本当大切な一人一人、自分の子供だから、彼らが神様と直接のね、ホットラインをね、神様との彼ら自身の関係をどうやったら気づくことができるかっていうのを、自分の神様じゃなくてね、そう、自分の神様としてね、そう、だからそれを自分のうちでやっぱり親の姿を見せていく、祈っていくことで、あのやっていきたいなって。あ、本当ですよね、うん、あの今イエス・キリストを知るまでは、まあ、知ってもだけどね、うん、あの本当にもうイエス・キリストの心を知った時は、うん、子供は自分のものじゃないんだよね、うん、自分のものだけではないというかね、うんうん、やっぱり神様から預けられた、うん、ね、うん、だから綺麗に育ててよ、うん、真理の中に育ててよってイエス様預けたんですよ、ね、そう、それをね、今自分のものとして支配してこのように育てようとしているじゃないですか、うん、それをね、やっぱどっかでね、どこかが崩す必要があるね、うんうん、そう、まあ、皆さんがそれできたらいいじゃないですか。やりたいの、先生、うん、それで子供を通して親に教えていく、本物の真理を子供が親に教える。そうなんだよね、うん、はい、子供を中心とした話になっていくのか分かりませんけど、じゃあひまわりを聞きましょうか。はい、
はい、ハイサイ教会デービル FM ギノワンからお送りしてます。今日はスタジオを出ましてですね、トロピカルビーチにありますサテライトから放送してます。時々ね、私男だから目のやりが止まっちゃう今日ここに来なければよかったなと今日クリスチャンであって大きいんだけどだからすごいいい景色なんだけど背に背にしてそうですねはい、ということでですね、はい、まあ、洗礼はまだ受けてませんけれども、なぜ洗礼を受けようとしているのか、うん、その辺のことをね、うん、今日のゲストであります宮崎さんから少しお話ししてもらいたいね。はい、はい、ですね、そうですね、本当に救われたというか、イエス様を心にお迎えしたのは本当1ヶ月ぐらいなんですね。1ヶ月ですね、はい、なんですけれども、はい、まあ、それイエス様っていうかね、この天のお父さんとイエス様に向き合ったのは5年前ですね、うん、5年前ですから、私は本当に生まれたところが福井県っていう、本当に蛇の竜の信仰がある。福井県ってそうなんですか。そうですね、北陸の、はい、寂しい県、寂しい感じですね。そうですね、自然は豊かですけど、ね、よく言ってたんでね、ようなとこに暮らすなっても、そうですね、冬なんか、あ、そうです、そうです、そういうところでやっぱり自然が厳しいっていうこともあって、やっぱり冬の、うんうん、で浄土真宗っていう仏教の知恵もものすごく厳しい、ちゃんとし、もう本当に浸透してる、そういう部族崇拝がね。で私も祖母がやはりすごいそういう意味で偶像崇拝、信心深いお家で、父のお家もそれこそもう県の証人っていう方がいるんですけど、その人に従って富山から福井まで一緒に信仰で動いてきたっていう家系のね、いろいろそういうこともあって、本当にがっちり固められた中で過ごしてきたんですね。でなんですけども、ずっとずっとそれでね、竜のことをね、そういう神社に参ったり、それこそ仏様に参ったりって、仏に参ったりっていろんなことをしてきたんですけど、沖縄にそれこそ本当に震災の後なんですけど、震災の後沖縄に、そうなんですね、はい、もうこれはもうイエス様が出してくださったと思ってるんですけど、うん、東京のど真ん中、港区の南麻布っていう、福井から出て、まあまあ、いろいろ経緯があって、そうですね、そうです、結婚して、震災の後、はい、沖縄に移住して、そうですね、はい、そうなんです、はい、でそれからですね、名護っていうね、ここからさらにやんばるの方に、ね、はい、に行ったんですね、うん、でそしたらそこでですね、霊気っていう、また霊というのは冷たいんじゃなくて、スピリチュアル、ね、そうですね、スピリチュアルの気って書いて、はい、霊気っていうものをやってるお友達に会ったんですね、うん、で彼女からまたこの竜の信仰というか、うん、方にどっぷり引っ張られてですね、ごめん、ちょっと聞きたいんだけど、その時 なんだか苦しかったの、なんか、こう迷っていたとか悩んでいたとか、そういうのはあったんですか。なんかこう嘘寒い気持ち悪い感じがね、ずっと、だからそれを救われるまで、うん、救われるまでずっと落ち着かないんですよ。ずっと地面の上にいるんだけれども、うん、その地面がなくなるかもしれない、もしかしたらこの地面は本当に私が立ってる地面じゃないかもしれない、そういうふうなすごいあやふやな、本当に不安定な状態。宮崎さんは知性はナンバーワン、最高度じゃないですか大学出て、大学の教授、そうですね、博士号も取りましたけど、はい、でもそういう迫害を受けてたんだよね。そうですね、ずっとね、そうですね、悪い男掴んだんだ。いや、悪い男っていうわけではないというか、まあ、イエス様に似てた格好はねそうそう、外側ね、外身がね、っていうのがあったのかもしれませんけれども、まあそれも導きだったんだと思います。まあ、そういうことで若干苦しみがあった。若干じゃないですよ先生、私もう本当にずっとジョーカーを引き続けた、ババを引き続けた人生だったので。そうですね、30代の5年間30代初めから35までの三男産むまでの間、ずっと鬱でした。そうなんです。記憶が全くないです。子供のことしか記憶ないです。自分のことはない。教授しながらでし
いや、それはその時は、その時は大学院に行っていて、博士号を取るために行ってた時期だったんですけど、はい、そうですけど、夫からもダメ人間というか、お前なんでこんなこともできないんだっていうことをずっと言われ続けて、で、自分の生きる価値っていうのはね、ない、でもそのためにもういいんじゃないって声が聞こえてくるわけですよ。ということは、ああそうだね、うんうんうん、もう早話が死んなさい、そうだけど何か一つ心の中にずっととどまっていたものがあったんですね、うん、でそれが何だろうと思ってたんですけれど、うん、あの救われてからそれが私の中に、あの生まれた時から天から来た時にずっとみんなが、他の人もそうなんですけれども、持ってた精霊様、うんだったんだなって、その人が、その方がずっと神様ずっと守ってくださってたっていうのが分かりました。これは、まあ、救われたっていうのはイエス・キリストと出会って、そうですね、言った方が分かりやすいかも、ね、そうですね、イエス・キリストと出会ってそれが分かるようになった、そうですね、で皆さんそのお祈りで聖霊様来てくださいって賛美したり、うん、あの聖書にも書かれているんですけど、うん、呼んで、私はその時に今呼んできたすぐね、初めましてっていうような人ではないなって思ったんですね、自分が昔から知ってる、それこそ幼い時にずっと喋ってたらしいんですけど、私絶対ね、自分のその物心つくまでずっと一緒にいて話しかけてた相手だったんだなっていうことに、その時にね、本当なんて言うんだろう、その愛、こんなに待ってくださってた愛、42年ですよ、42年も待ち続けてくださったなんて、本当どうしようっていうこれがイエス・キリストだよね、イエス様だよね、すごいね。一般的には両親って言われてるんですよね、多分この世の中の言い方としては、両親が心の中にあるでしょって、こう両親の自分とそうじゃない自分が話してる、対話したりとかしてるのよくね、それが実は両親というよりも神様が人間が生まれた時に人間の中に入れた神の霊だったんだなっていうことに気づいたって感じですよね、うんうん、まあ、そのところもうちょっと、もうちょっとね、詳しく聞きたいんだけど、はい、まあ、あの名護でこう霊気を持っている方、まあ、竜、蛇、そうですね、を、まあ、神としている方と出会って、はい、それを余計にのめり込んでいった、そこのめり込んでいったというか、そうですね、うん、あの実感として確かにそうだなって思えるものがあって、でもなんか嘘寒い感じはするんですけど、うん、ずっと嘘寒いんですよ、平安、心の平安は、こんな平安は全くないんですけど、でもこう巻き込まれて、まあ、それもね、多分全てを服従、神の前に服従するためのやっぱり私が見せてもらってたことだなって今になれば分かりますけど、本当にそれで巻き上げられて、本当経済的にも苦しくなって、はい、非常に大変な思いをしました。やっぱり霊気をこう使う、習うとか、まあ、関わり持つとお金出るの？出ますね、それはね、もう床みたいなもんだ、そうですね、うん、1回いくらとか、うん、1回、そうですね、いくらぐらい、セカー、あー、なんだ、ファースト、セカンド、サードとかレベルがあるんですけど、うん、それで1回3万円とかで、トップを取るときは6万円とかですね、そうなの、はい、儲かるね、じゃあね、悪魔もね、悪魔もね、私の、あの、まあ、あの糸満の教会にね、パートナーに言ったよってた人がいるんだけど、金城米子さんで、えらい儲かったと言ってたよ、それは儲かるでしょうね、そうですね、私もそう思います、でも、見えるんだもんね、うん、見える、だから本当見える賜物っていうか、私も あまり言いませんけど、それに近い、それの賜物をいただいてたので、やっぱり信じちゃって、でもそれだけじゃなくてね、あの漁師場っていう、漁師場って今どう、漁師場っていうのは、あの漁っていうのは、あのクオンティティの、要はクォークっていう原子よりも小さいエネルギー体として、今神をかんでって、あの内地で、あのもう観測されて、それを観測したことによって、あの日本の、物理学者の方、先生たちがね、あのノーベル物理学賞をいただいているような、そういうものを人間が観察できますよっていうのにまた引っかかっちゃったんですよ、私、宇宙の波動でしょ、宇宙の波動っていうか、そうですね、この
物事には全部波動があって、でそれを人間の小脳っていうのがそれを感知することができる。でそれをこう感知して自分の体を使って観察できるやり方を発明しましたっていう方がいたんです、東京に。でその人のお弟子さんが沖縄に来て、うんうん、でそれにまた私引っかかっちゃったんですね。まあ、漁師はちょっと意味わかりませんけどね、ちょっと聞くと、なんだっけ、はやぶさだっけ、どっかに遠いところに飛んで行って、なんだっけ、顕微鏡でしか見えないものを持ってきたことがあったじゃないですか。あ、宇宙に何だか、はいはいはい、宇宙の物質ね、地球みたいなのがあるって、顕微鏡でしか見えないものを持ってきた。顕微鏡でも見えないものですね、量子っていうのは。エネルギーとか、エネルギー、もっと小さいというかなんですけど、それをその捉えたっていうこと。だから目に見えない人間の可視光線の中に入ってないものを、その物理学のその機械を通じて、捉えることができたっていう、そういうものっていうので、クォークっていう存在が、人間が、まあ、神様は当然ね、もう知ってらっしゃって当たり前なんですけれども、人間がそこまで来た、科学でっていうのに、またね、そういう仕事してたもんですから引っかかっちゃった。興味あるんだね。そんな、でも私がなんで興味あるかっていうと、それ人間のあれじゃなくて、唯一無二のもの、絶対のもの、絶対の真理っていうのがあるっていうのを子供の時から、それを探して、探した時に神様に聞かなくて、人に聞いた結果42年っていうこと。神様本当にいるの、ね、ってもし問いかけたら、うん、もっと早く本当の神様に出会えてたね。そうですね。そうだよね。あ、うん、私の範囲はもうそこですね。はい。それでイエス・キリストと出会って。そうですね。もう本当に彼女、今日一緒に来てる彼女がと地獄の、崖っぷちまで私は連れて行ってるような状況だったんですね。彼女にその漁師場っていう施術する、その私は資格も取って、そうすれば自分はね、救われる、経済的にも、自分のそのね、賜物を生かしてっていうふうなことをいろいろ考えてたんですけど、でも、そのもう本当ですよ。もう崖っぷち落ちても落ちたら先地獄ですけどっていうところで、とどまって、でその時に飛鳥さんのブログに、あ、ブログを見た、出て、で彼女が自分のね、引っ越した、名護から引っ越して、今北中に住んでるんですけど、近所の茶谷に住んでると、っていうので会ったんです。あ、それでイエス・キリストの話を聞かされた、聞かされたというか、もう絶対確信を持ったんですね、で確信を持ったんですけれども、その後私がこの 100% もうね、この世のこと別にどうでもいいと、どうでもいいってことはないんですけどね、思えるようになったのは、その後解放のミニストリーっていう、悪霊をね、追い出しっていうのをやったら、目がパカッと開いて、これが真理だったって分かったんです。そう、悪霊が追い出されて、そうで聖霊様が私を守って、先ほどね、おっしゃったみたいに、だからイエス様の御手が私の心に本当に触れてくださった。悪霊に、まあ、悪霊がたくさんいたんでしょうね、いろいろやってきたから。悪霊がたくさんいて、で、もうたくさん出ていった、吐いた、吐いたまではいかなかったんですけど、本当に口、出てこいって言われるんですね、何々ので出てこいって言われた時に、嫌だっていう絶叫が聞こえるんですよ。で私ね、口に出して嫌だって言ったら、黙れってイエスの皆に置いて口を閉じろ、開かないって言ったら、うーんってずっとですよ。解放のミニステリーに行って、それで霊の目が開かれて、元からね、どっちも見えたユタさんのような感じではあったんですけれども、はっきりその時に性別していただいたかなって。2キロ体重が減ったしたよね。そう、その後に2キロってことは、何、悪霊分2キロみたいな。2キロ分入ってたんだ。入ってたんですね。聖書では6000人が、6000匹が入っていたっていうのもあるけどね。すごかったね。すごかったですね。だからその後本当に世界がね、ガラッと変わって、ガラッと本当にびっくりするぐらい。横で見
てるからビフォーアフターを知ってて、価値観 もう完全に変わっちゃったんだね。そうですね、価値観がね。新聞読んで今日の、グローバル経済の、ね、トピックスは何か、アメリカ何してる、中国何してる、日本の政府は何してるとかっていうのを常にウォッチして、それこそやってたんですね。どういうふうに世界経済が動いていくか、経済学の専門なんでやってたんですけれど、新聞が全く読めなくなりまして。ああいいね。やっぱりもう今聖書オンリー。そうです、聖書だけ読んで、聖書だけです。それで最高の幸せ、幸せ。クリスチャンだったらそうなんだよね。幸せだって全部詰まってる、うん、いうことよね、方向、うん、本当にこんな、だから本当に聖書の見方も全くただの読み物から、読み物だったんですけど、目を開かれる前はもうこれだけでいいんじゃないですか、世の中のものは、ね、そうそうそう、パウロもそう言ってますしね。そう、今までの自分が持っていたものはチリアクタ、チリアクタです。本当にもう砂粒の、そこにはあれですね、砂粒みたいなもんですよ。この人たちだからものすごいゴミの量ですね。そうですね、チリアクタからゴミから、いやーよかった、そういうの捨てて、うん、今は光のイエスキリストの中にいるという宮崎さんでした、はい、一曲聞こうかな、一曲聞いてから、はい、もう一人いますよ、すごい証を持っております。北里さんに移りましょうね。はい、ありがとうございます。
はい、ハイサイ協会デビルです。 FM ギノワンからお送りしてます。皆さんの身近にありますキリストの教会を紹介する番組です。今日は、牧師みたいな活動をしている渡辺飛鳥さんと、また最近イエスキリストを知りまして、救い主として信じ受け入れました宮崎さんと北里さんを招いて、おしゃべりをしてますけれども、ラジオ機の皆さんにぜひお願いしたいのがありまして、一つは聖書をぜひ読んでほしいということであります。聖書は普通の本ではありません、難しいものでもないんですね、そして読みやすい真理がたくさんあります。子どもの教育についてもあります。私たち人生の道しるべでもあるんですね。ぜひ読んでほしいと思います。もう一つはですね、天国地獄があるということを知ってほしいんですね。でもう一つは、悪い霊と良い霊がいる、聖霊と悪霊がいるということなんですね。この3つをぜひね知ってほしくて、今日ゆんたくしてます、おしゃべりをしてますけれども、その悪い霊と遊んでいたと言ったらおかしいけど大好きで大好きであった、そうですね、お家がありましたね、北里さんね、悪い霊から悪霊から精霊にねこう、バトンタッチ、もう移されたということでね、今までも美人だったけどますます顔が輝いてきた美人になったはい、北里さんからね、お話聞きますけれども、北里さんも出身は、出身は千葉県です。千葉県ですよね、はい、千葉県結構いい人もいれば悪い人もたくさんいるというよねうちの施設にはね千葉県出身結構いるのよ。あ、そうなんですね、なんとか中、なんとか中、中毒の中、なんとか中というのが多くてね、ギャンブルとか薬とかさ、多いですね、あの世界の出身、あの世界で、ね、あの地域の出身、あの世界の出身ですねもう全部平安だし、ね、喋ってないそうですか、はい、どうぞ。悪い霊というとの関わりというのがありますでしょう、はい、まあ、今悪い霊と言ってもいいと思うんだけど、どうでした、その具体的に言うとどういう、具体的に、さっき霊気というのが出ました。あ、もちろんスピリチュアルニューエージ系は大体ハマりました、どっぷりハマって、まあ、霊気をヒーリングは施術はしてないですけど、霊気習ったりですとか、あと言っちゃいますね、もう今すごい有名になってると思うんですけど、私も元子宮系女子だったんですけど、今結構本も出てて有名だと思う方にとっても、はい、愛読したりですとか、ブログを読んだりですとか、あとは言霊ヒーラーって言われてる方のブログも読み漁ったりして、言霊ですね、はい、そして神棚も飾り、祀って祝詞も唱えましたね、つい最近まで、はい、やりたい方じゃないですか、やりたい方だ、やりましたね、はい、なんでそういう風に言ったんですか。スピリチュアル興味、もともとなんか千葉にいた時にやっぱり霊感強い人に一回なんか前世を見るとかで、なんて導かれ、行ったらあなたにネイティブアメリカンがいるからって言われてから、来たみたいなので、よしセドナ行こうみたいなので、セドナ行ってそこからズルズルってやった後に、やっぱり同じく震災があった後にこっちに移住したんですよ、その時にやっぱりもうみんな不安になった方々とか、東京とか関東から大勢こっちにやっぱり引っ越された中に、もうそのトップクラスの方多かったんですよ、スピリチュアル系と言われる方々が、迷惑だね沖縄はですね、本当ですね、迷惑いっぱい来ちゃったね、トップクラス揃ってまして、私たちもね震災、被災者の皆さん受け入れて、3年ぐらい支援したんですよ、祈祷院というところでね、もしかいたのかな、いらっしゃったかもしれないですね、結構有名な方々にお会いしましたし、親玉に近いところの人がいらっしゃったよね、でやっぱりこっちもあれですよね、不安で原発で地震があったりとか、いろんな問題がある中で、子供も小さかったんで越してきた後に、
みんな不安の中でそういう方々に会ったら、これがいいよ、これしたら安心になるよとか、こんなの知らないのみたいな形で、ずいぶんこう上から教えをいただきまして、上から、はい、で迷える子羊はそのまま、じゃこれをやってみよう、食事療法をやってみよう、何をやってみよう、すべてやり尽くしましたけど、じゃあ何か苦しみが消えなかったですね。ヤンバルはあのキジムナーって知ってます、はい、たくさんいるってよ、はい、友達たくさんいた、キジムナーの、どうなんだろう、いたのかもしれない、そういうことをちょっとポロッと発する方々にもたくさんあったのかな。その方々もやっぱりドープに染まってしまった、うん、でもいいことだろうと思うか、うん、そうですね、あるいは自分を高めてくれるだろうとか、はい、幸せにしてくれるだろうと思って、そうです、そういうの関わるんですよね。そうですね。で結果どうでした？結果結局最終的には何かこうもやもやするものが残ったまま、そこで解消されないから、じゃあこれをやってみ、また新しいスピリチュアルをやってみ、もうスピリチュアルジプシーになって、はいはいはいましたね。でやっぱりそういうことをすごく発する方がブログをアップしてたり読んだりする中に、あの面白かったことがあって、今も本当に聖書を愛読して聖書を読むことを本当に大切さを感じたんで、あの読んでる中にとっても面白いのが、聖書にある言葉をかいつまんでそこだけ引っ張り上げてピックアップして、みんな言ってるんですよ。それが読んでるうちに見つかって、本当に聖書読んだらこっちに本当のこと書いてあるし、そのトップにはイエス様って書いてあるけど、向こうは誰々様は言わないけど、聖書の中の言葉はみんなその箇所箇所で使って言っていることが、キリストはやってくるですよ、先生、偽ですよ、偽キリストだけどキリストの話をするんだ、するしますよ、あの聖書の言葉入れて、言葉入れてます。へえ、だから騙されるんですよね、ダメね、そうなんだ。まあそういうふうにやってきて、はいはい、いよいよイエス・キリストと出会うわけですよね。そうです ね, ね、あのどうでした、出会って、出会ってまずあの飛鳥さんのブログを全部読まさせていただきまして、で 4年分読んだとか3年分、13年からです、ね、13年から、うん、から暇だったんだね。いやいやいや暇なんですよ、そういう暇人へえ、はい、それで飛鳥さんのところに連絡取った。でも読んでやっぱり何か感じるのあったんですか？そうですね、やっぱりあのその前にいろんな方のスピリチュアルのブログとかも、うん、あのこれならと思って読み漁ってたんで、飛鳥、うんうん、さんのブログに出会った時も、あのまず初めから彼女が何を発しているのか知りたかったんで、うん、初めからそれで読んだ時に、ああ何かここは違うっていう、その感覚的にですけど、うん、とても何か違うものを持ってる方だなと思ったんで、うん、まず会ってみよう、お会いしてみようっていうことから全てが始まり、うん、今日ここにいます、うん、それがだいたい1ヶ月ぐらい前なんですか？そうですね、8月の2週間前だよね、はい、まあ、それにお会いして、はい、あのまた霊的、うん、宮崎さんみたいに霊的解放か何か、うんうん、はい、しましたね、うん、すぐにもうその時信仰告白に導いて、うんうん、であの子供、天国に行ってる子供たちの話をブログに書いてるんですけど、で自分の子供がそういえばなんかそんなようなことを言ってたなってポロッと言うから、はい、でそれで、ね、自分の子供も実は言ってたことがあるとか、うん、イエス様と会ったことがあるっていうのをそういえば聞いてたっていうので、それを話をしたから、それが真実ですよって言って、それは子供さんというのは、そうです、ね、そうです、今隣にいる娘です、うんうん、名前なんていうの？リリリリちゃん、リリリリです、リリちゃん、ユリリリってユリでしょ、そうだ、リリだ、天国行ったことあるの？わ、嬉しいな、次あの行くときさ、このおじいちゃんも一緒に連れて行って、イエス様にお願いしてな、一人で行くんじゃなくてね、もしかしたら頼むよもう そういう話は聞いていたけど、
あまり気に留めなかったんですけど、はい、あ、いえ、あの、なんですかね、特にその頃、当時、彼女が4歳ぐらいの時だったんですけど、あの、お空からお父さんとお母さん見て、ここにしようって言ってお空から来たんだよっていう話を彼女がしたんですよ。その時受け入れもなんか抵抗もなく、あ、そうなんだ、じゃあどこいたのって言ったら、北海道探したけど北海道じゃなかったのみたいなことを彼女が言って、そこから自然になんか家族っていうか2人の会話で、そんなことを日々たまに話すことがあったりしましたね。よかったね。今何歳リリーちゃん？8歳。8歳、学校行ってるの？小学校？あ、はい、ね、次あの学校休みの時おいでね、ちょっと聞きたいわ、家族の話したい ね、 ね、お母さんと二人おいでね。まあね、もっともっと、まあ、お聞きしたいんですけど、うん、そろそろ時間らしいんですけど、うん、はい、北里さん、もう少し、はい、イエス・キリストを信じて受け入れて、はい、今どうですか？今そうですね、とても心は穏やかですし、聖書に書いてあることがその通りだっていうことを、あのクリスチャン先輩方々から教えてもらったことを、まず自分とイエス様がつながって聖書を読むっていうことで、他人の声が入らなくなったんで、とても気持ちが楽になりましたね。なんか毎日御言葉から会話してるよね、はい、よかったね。じゃあ近々洗礼受けちゃうんだね。本当は今日でもよかった。いいじゃない、今日この後受ければ、ね、まあ、うん、一応教会もなんだか基準あるからな。やっぱり西目の親分にやってもらおうか。聞いてるかもしれない。確かに、確かに、横取りされたとか言われても困るし。アスカさん、はい、時間までバーッと喋って、いやいや、最後に一言お祈りで締めてもらいます。そんな、はい、ということで、あの本当にイエス様と出会うと人生が変わるっていう、もう劇的に変わった2人、まあ、私もその1人なんですけど、本当にあのもうどうでもよくなるというか、もう 天への期待が強くなるというか、本当にあの天国がどんだけ素晴らしいところかっていうのを、最近イエス様は子供たちを通して明らかにしてくださっているので、まあ、そのことも私のブログでいくつか書いてありますけれども、天国がどんな素晴らしい場所かっていうのをあの教えてくれています。なのでそこに行くために、私たちはこのパスポートとしてイエス様を信じる、これだけですね。このイエス様を信じるお祈りを今一緒にしたいと思います。はい、はい、天のお父様、今まで私はあなたを知らずに、イエス様を知らずに生きてきましたけれども、あなたを心の中に今受け入れたいです。そしたら私は天国に行けるのであれば、あ、神様、私は天国に行きたいです。私たちの今まで犯してきた罪、いろんな嘘ついてきたこととか、神様を知らずに無視して生きてきたことを、神様、許してください。今私の心の中に入ってきて、私を助けてください。私を助けてください。私の祈りを聞いてください。あなたと共に生きたいです。あなたに私を捧げたいです。神様が導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。はい、皆さん、また来週お会いします。来週もまたね、皆さんに来てもらうかも。バイバーイ。ハレルヤ。